ここからは「言えば言うほどコニックス」がお送りします。 はい。さあ、こちらの方もね、まあ、政治といえば政治でしょうけれども、はい、え大阪に場所を移しましょう。宇賀さんからいただいております。橋本市長と在特会との話し合いがなんかヘイトスピーチの言い合いみたいに見えました。うん、いい大人なんだから二人ともちゃんと話せないのかなというお便り、どういうことかと言いますと、えー、これは天星と深瀬のホールブラザーさんからいただいておりますけれども、大阪のね、えー、橋本市長とヘイトスピーチの スピーチを行っている在特会在特特権を許さない市民の会の代表である桜井氏と会談が行われたそうです会談を行ったいきさつは京都地裁でのヘイトスピーチをめぐる判決に基づいて大阪市としても対応しなければいけないという ということで、市長の方から会談を持ちかけたそうです。ね。うん、ちょっとあの、在特会の代表来いよということで、はい、あの、いろいろお話をしたかったらしいんですけどもね、うんうん。で、会談の内容は、語るようなことは何一つないように感じました。内容はどうかな <laughs> ななとと思ったら、はい、か何一つ語ることがない、うん、しかしなぜわざわざ橋本市長は会談をひろく開こうとしたのかその真意が気になります会談を見ていても橋本市長らしいといえばらしい言動が目につきましたがなぜかわざとらしくも見えました頭のいい市長です何か裏があるのではないかなと勘ぐってしまいます ということですね眞子、えーま、ちゃんからもやっぱり頂い,いておりますけれども、まあ、この面談の当初から桜井会長が橋本市長に対して、お前と言ったり、下劣で悪辣な言葉を発言して、えー、明らかに橋本市長を挑発して、橋本市長もその挑発にまんまと乗せられて、聞くに絶えない馬鹿げた言葉の応酬が繰り返された。ここで、はい、お前とは何だ、お前何だとは何だ、とか言いながら、わーっとこうやってる。 はい、そういうヘイトスピーチをするのかというようなところからね、うんはいろいろ話そうと思ったのが、この言葉の応酬、なとは何だお前とは何だとか言って、挙句の果てはお互いに立ち上がって殴り合い寸前になる始末で、会談はわずか10分余りで中止となって最後はお互いに帰れ帰れと言ったのは、あの、在特会の人が橋本さんに向かって帰れと言ってました。<laughs> 橋本さんは、ここはお前大阪市の市役,役所じゃないか。<laughs> 帰るのはお前だとか,か、読んだのはお前だろうとか、なんかいろいろ最後までと、こういうことでありましたね。はい、で、この会見を見ると、桜井会長はつく机の上に自分の著書の本をわざわざカメラに向けて立てて見せたり、えー、下劣で悪辣な暴言を言ってわざと橋本市長を挑発して、橋本、えー、市長のあの性格を分かって利用して、橋本市長に喧嘩を煽ることで、世間の話題にして在日特権を 許さない市民の会と自分自身を世間に認知させるための売名行為にまんまと利用されたようにしか思えません橋本市長もなんであんな差別主義団体の要望を聞いて対談なんかしたんでしょうか全く意味が分かりませんしあんな分かりやすい陳腐な挑発に乗った橋本市長は本当にバカだと思います見ていてとても不愉快で気分が悪くなりました本当にもうどうしようもないですねというお便りをいただいておりました、うん ね、橋本さんって、うん、あの,、まあまあ、あの割とこう攻撃的なことを言う方ではありますけれども、うん、あの基本的にあの話のこう主張としては冷静なことを、まあ、それが賛否はありますけれどもね、うんうん、言う割には、とこう最初から。 もう,こう頭ごなしに喧嘩腰しっていう感じで、どうしちゃったんだろうっていう雰囲気でしたけどね。あの経営派の武士院慶さんもね、この方はね、うん、誤解を恐れずに言いますが、はい、この人です、まあ、いろんなご意見があっていいんで、まあ、読みますけども、誤解を恐れずに言いますが、私は、えー、在特会同様、いわゆる在日特権と呼ばれる各種法令や慣習、えー、は全廃し、最低でも他のお在留外国人並みとして、えー、とかいう、こういう いうことわり、ね、と財徳官が言っているようなことは分かる人間ですがと、しかしそんな私からしても在日特権を許さない市民の会やその対抗団体であり、民主党政権下で事業仕分けに参加した人間もいる、レイシストしばき隊も所詮。 チンプラ集団でどうよく見積もっても政治頃といったものにしか映りません。うん、そやで下品で非常識、車やバイクに乗ってない暴走族のような、そんな市議主張よりももはや集まって騒ぎ立てることが目的になっているのではないかと疑いたくなる。私の目には、在特会というのは日本人が特定の人種民族を攻撃していると、世界に喧伝するための 団体に思えてなりません。在特特権というものを全廃すべきという立場の私ですが、私ですらあの連中に対してはとても不愉快なものを感じるとはい、はい。かえってその主張が通らなくなるような態度が不愉快であるということですね。そういう主張がね、あんな奴が言ってることはやっぱあかんやろと言われてしまうと、うんうん、この人の立場としてはまあ困るんだ、うんうん、ということでしょう、ね。えー えー、いろいろまだご意見ございます木村平さんですが、新しい法務大臣の上川陽子さんに、ヘイトスピーチって何ですかと聞いてほしいですというのが、<laughs> まあ、こういうお便りも来ております。